ご視聴ありがとうございます。今回の動画では海上自衛隊イージス艦の子孫金剛型について取り上げます。米海軍以外では初のイージス艦となった金剛型はどのような経緯で建造されたのか、その実力はさらに今日までどういった技術的進歩を続けてきたのか、ハードとソフトの両面からそれらの疑問に迫ります。動画についてのご意見ご感想などありましたらコメント欄または Twitter の DM までお寄せいただければ幸いです。チャンネル登録高評価などもしていただけたら嬉しいです。それでは動画をお楽しみください。世界の海軍の中で海上自衛隊は米海軍に次いで最初にイージス艦の建造に着手しました。東西冷戦下、海上自衛隊の重要任務の一つが戦争が始まった際に日米安保条約に基づいてハワイや米本土の基地から日本の雷原に来る米軍部隊を旧ソ連の航空機や潜水艦などから発射される長射程の対艦ミサイルから守ることでした。そこで防衛庁防衛省の前身は海上自衛隊がイージス艦を導入すれば戦時米軍の作戦行動に大きなプラスとなるとの論理を展開しました。狙い通りこの主張はすんなりとアメリカ議会に受け入れられ、金剛型の建造計画がスタートします。なお海上自衛隊は金剛型以前にも当時最新のターターミサイルシステムを搭載したミサイル護衛艦天津風1965年就役、立ち風型1番艦就役1976年旗風型1番艦就役1986年を建造していたので、日米両国の間にはイージス導入の前提となる十分な信頼があったのでしょう。そして2年の間を置いた1990年度計画で2番艦霧島、1991年度計画で3番艦妙高、さらに1993年度計画で最後の4番艦鳥海が建造されます。この金剛型4隻は1993年から1998年までに順次完成し海上自衛隊に引き渡されました。金剛型は米海軍のアレイ・バーク級イージス駆逐艦初期建造艦フライト1をモデルに計画されました。満載排水量9500トン、基準排水量7250トン、全長161メートル、幅21メートル、主機に LM2500 ガスタービン、エンジン4機を搭載し、速力は30ノットです。ちなみに1ノットとは船や航空機などが1時間に1回り 1.852km 進むスピードのことで、つまり30ノットは時速およそ 56km に相当します。金剛型の兵装はスタンダード SM2 対空ミサイルとアスロック対戦ミサイルを収めた MK41 垂直発射装置90セル4連装専用発射装置に収められたハープーン対艦ミサイル8発 12.7cm 砲1門、近接防御用に 10mm ガトリング砲のついたファランクスに 10mm シウス2機、3連装発射管に収められた対戦魚雷6門です。ミサイルなどの武器やレーダーなどの配置もフライト1に倣っていますが、日本独自の要求も設計に取り入れられ、大砲など装備品の一部は変更されていました。その中の一つとして大砲はフライト1のアメリカ製 12.7cm 単装砲 MK45 からイタリアのオトメララ社が開発した 12.7cm 単装砲に変更しています。このオトメララの 12.7cm 砲は
発射速度が MK45 の2倍の毎分40発で、対水上攻撃はもちろん、対地射撃、さらには対空射撃も可能となっています。内部にアルミ部品を使用するなど軽量化にも努めていますが、命中精度や整備性などの点では MK45 よりも劣るとされています。また船体後部にヘリコプター用の格納庫を持っていないのはアーレイ、バーク級フライト1と同様ですが、発着艦可能な飛行甲板とヘリ用の燃料の補給装置を備えています。本号型のイージスシステムは同じ時期に建造されたフライト1と同様、軍用コンピューターを使用するベースライン4で、やはり同じくスパイ 1D レーダーを環境構造物の刺繍に装備しています。なお最後に建造された4番艦鳥海はイージスシステムにベースライン5レーダーにスパイ 1DV を装備していますが、これは同じ時期に就役したアーレイ、バーク級に倣ったものです。今後型のイージス戦闘システムは大部分がアメリカ製をそのまま使用していますが、電子戦装置とソナラシステムは国産品を装備しイージスに連接しています。これは日本独自の要求というよりも極めて秘匿性の高いシステムのため、米国製を搭載する許可が出なかったのではと推測されます。なお今後型には日本独自の要求として軍機関設備が搭載され、このため環境構造物は設計のベースになったアレイ、バーク級よりも大型化し、我が国のイージス艦ならではの重厚な艦容に仕上がっています。アーレイ、バーク級と金剛型のもう一つの大きな違いは、アーレイ、バークは三脚式のステルスマストを採用しているのに対し、金剛型は複雑なトラス構造マストを搭載していることです。金剛型のトラスマストは耐久力はありますが、電波ステルスの面では非常に不利とされています。さらに金剛の2本の煙突は四隅が丸い形をしていて、これもステルス上不利に作用すると言われています。金剛型は就役からおよそ30年が経過しており、普通の軍艦ならそろそろ引退すべき年齢に差し掛かっています。搭載するイージスシステムは就役後の近代化改修によってベースライン 5.3 にアップデートされ、弾道ミサイル迎撃用の SM-3 も搭載可能になりました。さらに船体各部の老齢化により傷んだ部分を修繕する工事も行われており、近い将来はトマホーク巡航ミサイルの搭載も計画されています。1番艦の今後であと10年、つまり艦齢40歳までは第一線で頑張ると言われています。その気になればレーダーを最新のスパイ6やスパイ7に換装することもできなくはないとされますが、もともとが軍用コンピューターをベースとするシステムを搭載しているため、そのためには相当なコストを負担しなくてはならないようです。現実的な選択としては、これから10年以内に代わりとなる新型イージス艦の要求と建造が必要になるでしょう。